今社長がおっしゃられていたことの、そのアメリカから入ってきた何かわけのわからない GHQ の教育ということで言えば、私が思うにはその自由という概念の履き違えだと思うんですね。で、もともと日本というのは世界で最も成功した社会主義国家と言われる国家体制がある中で、自由という概念もともとがあったんですけれども、いわゆる村社会という中で権利関係の衝突によって生まれる自由というものが本来のこれ自由なんですけれども、そこにいつの間にかフリーダムというわけのわからない自由概念が入っているんだと思うんですね。無制限の自由がある。その裏側に無制限の責任がある。同時にこの個人の自由同士がぶつかるところに安定がある。ここがいわゆる本来のリベラルと言われる自由なんですね。ところが今言われるあの自由というのは単なるフリーダムなんですね。自分の権利があるから何してもいいみたいなですね、個人主義的な、間違った自由というものがどんどん導入されていて、本来の自由であるリベラルという言葉が歪められてしまっているというのが今日本の言論界だけでなく教育界もそうなんですけれども、の現状であるところだと私は思っているんです。まあそのことに関しては直接書いていないんですけれども、そういうようないわゆる私が取引貿易などもしたり取引などをした時に感じた海外からの見方、例えば「ノブレス・オブリージュ」という言葉があって、貴族の義務なんて訳されますけれども、これも大きく歪んでいて、海外だとですね、貴族がお金を配らないとですね、政権交代起こっちゃうからなんですね。貴族が引きずり下ろされるから皆さんにお金を配って敵にしないようにしてたって、これがノブレス・オブリージュなんですけれども、これが著しく勘違いされてですね、分け与えることはいいことだよみたいな、世の中、日本の論調がある。で、こういうものをですね、見方をちょっと変えてみましょうということと、あとアベノミクスの仕組みについて書かせていただいた本になります。すいません、ありがとうございます。どうぞ。今のフリーダムっていうのはいい表現だなと思うのが、その自由主義経済とか、まあ、自由経済っていう人がいますけど、まあ、これは世界的にそうなんだけど、完全フリーダムなんですよ。まあ、どういうことかというと、国家の規制とか法律っていうのは、まあ、そんなものはなくていいと。で、そうなかったらもうそれサバンナですよね、はっきり言って。そのサバンナで個人が個人主義に基づいて、で、自由主義に基づいて戦い合えと。そして結果的に伸びたやつは出てくるだと。負けたやつは自己責任だっていう、まあ、こういう考え方ですよね、はっきり言うと。新古典経済学っていうのは。だからですね、その結局その人間はですね、個人にしようとしてるんですよね。だからまあフリーダムっていうと結局自分しか頼ることができないから、そのフリあのなんだろうその国家というものを規定ってことにつながるんだけども、その結局人間って最近分かってきましたけど、共同体に属さないと生きられないんですよ、絶対に。で、その共同体の最大のものが国家であって、そこから先はないので、地球政府とかね、ガイア政府なんてものはないんですけれども、ところがその国家ってものについて非常にその嫌悪して、それをまあ嫌がってそれを外せと。で、まあ規制緩和とか規制撤廃とか、まあ言ってる人たちですよ。で、そのサバンナにしようとしてるわけですよ。これ日本をじゃなくて世界をなんですよね。だから当然 TPP とかユーロとかは国境でのその制限とかをできるだけやめなさい。物だろうがサービスだろうが金だろうが人だろうが自由に動けるようにしなさいよと。それで全員が同じ条件で戦い合いなさいってことなんだけど、これって日本のその元々古来からずっと続いてきた、2000年以上続いている国なんて他にないわけですが、その伝統とかですね、その安定ってものを壊すんですよね。で、なんだかんだ言ってグローバリズムとか、なんか竹中さんたちが叫んでたけど、全然グローバル化してないんですよ、日本は。ところがですね、それがまあ気に食わないのかなって思って、いろんな仕掛けしてきてるんだけど、その彼らのそのフリーダムっていうのと、その朝日新聞たちが大好きなその中国共産党チックなね、あるいはそのコミンテルンチックな論調が同じ、なんか合体しちゃってるんですよ、日本では。さっき言いましたけど。で、リベラリズムとフリーダムが合体してますね。で、結果的にその同じ、なんかその朝日新聞と産経新聞がやっぱ同じこと言ってるっていうのは、ね、やっぱあると思うんですよね。そのもしかしたらそのなんだろう特派員問題もあるんでしょうけども、彼らは結局国家が嫌いなんですよね。
で片側の人たちは日本が嫌いなんでとにかく日本の国家ってものを解体したいと、反対側ではそのフリーダムが大好きでですね、自由に競争しましょうなんてことで国家っていう共同体壊そうという連中がいるので、そのこのままだからなんでしょうね、そのフリーダムチックなものが世界中でこう広まっていくとものすごく殺伐とした世界になりますよ多分、ね、今ですねインターネットであの国会中継ってやってるんですけれども、ニコニコ動画なんかでやって結構視聴率あるんですよね、みんな見てるんですよ、各委員会まで見る、で NHK が本来報道すべきものだと思うんですよ、バラエティなんか報道してるんだったら国会をちゃんと国民に見せるっていうのが本来の仕事であるはずなのに、それをせずにですね、わけのわかんないタレント連れてきてわけのわかんないバラエティなんかやってる、ここにものすごいお金が使われていて、国民の共有財産である電波も使っているという、これはもう一番の問題だと思う。そうですね、うん、まずやるべきものの順位付けからしていく必要があると思いますね。このね BS2 つ持ってる、はいね、それから予備の1チャンネルも持ってる、はい、それから NHK の教育と第一、まあ第一とかあれ持ってる、はい、できるんですよ。そうですよね、あの国会とかそういうのできるんですよ。だから今言ったようにそういう報道での報道とのね徹しすれば、それからもう一つ言いますとね、月に国民がまあ1000円ずつまあ出すとする、そうすると年間最低でも1兆円ぐらい入るんですよ、うん、今6000数百億です、あの NHK 収入っていうのは視聴料 で、うん、で払ってない人いますからね、うん、1000円、まあ、月に1000円出してもっと500円でも大いんですよ、うん、5000億どんなことだったって集まります、それでこのぐらいでも済むんですよ。ところが今 NHK 視聴料違うでしょ。でこういう問題が考えると、今国会中継なんかそれともっと言えば、これもやってないんですけども、うん、NHK オンデマンドってあるんですよ、うん、オンデマンドはインターネットですから動画のあれですから、これを無料にしてね、でかつまたいつでも見られるじゃないですか、うん、国会中継全部やりゃいいんですよ、見たい人にねオンデマンドで見られるようにする、これもやってないんですよ。今二重構造になってましてね、衆議院テレビ参議院テレビというのがあって、これ国が衆議院参議院がお金を使って放映してるわけですよ、うん、それ以外に NHK というわけのわからない公共放送という名前のものがあって、これこそ無駄なんですよ。いや全くそうです。税金で払っておきながら、いわゆる NHK の受信料も払わされるという、この二重構造がまず一番大きな問題だと思うんですね。で、あの今衆議院にしても参議院にしてもテレビで映してるわけですから、それも全部撮ってますよ、うん、それをもらい電波、どちらがもらうかもらわないか別にして流す分にはプラスアルファのコストなんてかからないはずなんですよ。NHK が渡してるのは中国に全部渡してます各委員会の撮影した全部のテレビをテープを全部協力っていうことでね、うん、NHK 中国に全部渡してある建物の中にあの中央電子台ってね、そうですね、入ってるわけで、あれとんでもないんですよ、あれ中国共産党の暴力機関でしょ。いや本当にね、各委員がね、うん、各国会の委員がね、委員会あるじゃないですか、小さい委員、あれ取ってるでしょ、あれ全部渡してるって、私聞きましたもんね、内部で。あとは一般の方にできるのは、うん、NHK の視聴者と皆様と語る会っていうのが年に8回開かれますからこれは NHK のホームページに出ているので、みんなで応募してどんどん経営員が来てますから吊るし上げちゃえばいいんですよ、その場で。経営会でね、うん、その CCTV の問題って出たことないの？ない。僕はもうそれを調べたことないんで、一般の人で、それも NHK を見てる人で、うん、わずかな人しか応募しないので、結局有名無実になってる。本来の監視システムはあることはあるんですよ。視聴者側が経営者側に直接文句を言って、きちっとそれに対してテレビで放送して議事録を残すという仕組みはあるんだけれども、これを知らないので有効活用されてないんですよ。だからこれは NHK のホームページに行って、視聴者の皆様と語る会っていうのがどこどこで開かれますよってずっと出ていますから、これを追っかけて、例えば桜をご覧の皆様とかインターネット放送をご覧の皆様が直接行って文句を言う、言えば議事録に残るし改善義務が生じるという、一応法律上の建前にはなってる。建前なんだけど、これを NHK はあの率先して隠してんだね、宣伝しない、都合悪いからですね。だからこういうですかね、不払い運動やってる人もちゃんと中に入れてくれますか、ね、別に不払い運動というか NHK の受信料を払っていなければダメですけれども、受信料を払っている人に関しては全員出られますから、出て行ったものがテレビで流されて議事録が残るということになりますので、
はい、これはもういわゆる編集できませんから、この部分に関しては、うん、でもあれじゃないですか、朝の4時ごろとかに報道するとか、そういうことやってくるんですよね、彼らね。そうですよ。2008年5月にその毎日新聞のワイワイ事件というですね、まあ、日本を貶める報道を英語化して全国にばらまいてたって、とんでもないことを毎日新聞がやって、本当だったらでしょ、あの時読売とか朝日とか日経が攻撃すれば毎日新聞潰れてましたよ、うん、そうすると毎日新聞のパイを取れるわけですよね。だからそういう意味は本当は市場原理っていうことであれば攻撃し合い合わなくていけない、民放も同じですね、うん、ところが新聞というのは新聞特殊指定という、こう規制に守られてるわけですよね、うん、なんか規制緩和とかですね、既得権益とか言ってるけど、お前らが一番既得権益だろうって話ですよね。だこれこの構造を、これはでも法律変えれば治りますから、あの独占禁止法を変えて新聞特集出展やめて、うん、そうそう、いいんじゃないですか。私はね、ブルームバーグとかウォールストリートジャーナルが日経新聞と日本で戦ったら構わないんですよ、うん、それで誰が勝つかっていうのは市場が決めるべきだけど、がっちりこう規制にですね囲われていると。電波もそうですね、放送電波も完全に既得権と化しておりますので、そこの部分の法律を変えるっていうのは比較的簡単にできるんじゃないかな、うん、そうですね。でただ今新聞の問題というのがあって、例えば共同印刷センターっていうのを各紙が作っておりまして、毎日新聞が毎日新聞で刷ってた時代はある意味終わってしまっておりまして、合弁会社作ってるので片方が潰れちゃうとですね、その印刷所がダメになっちゃって、連鎖する構造、本来ここ切り分けてなきゃいけないはずなものが、共同印刷センターで合弁でそこら中でここは毎日新聞が刷ってるとかですね、の元印刷センターが刷ってて、これはどこどこ新聞と一緒にやってるとか、そういう構造になってるもんだから、どっかの新聞社が潰れちゃうとその印刷所ごと連鎖してしまうような、本来はここは切り分けてあったんですよ昔は。今だから新聞部数が少なくなるにつれて、まあ、その部分と今のその特殊資料の問題とはちょっと違う、ね、うん、違うんですけれども、経営としてみたいな、甘やかしなんだから、ね、要するにデフレだと大手の企業が売り上げが上がらないわけですよ、まあ、全部上がらないんだけどね。で結果的にそのまともなことをやりたいようなスポンサーが広告出さないんですよね、出せないんですね。で代わりに何が増えたかというと、ご存知のようにパチンコとですね、宗教法人と、あとサラ金屋さんとか、サラ金屋さんもなくなっちゃったね最近ね、もう考えからもうサラ金ないね、なくなっちゃいましたね、まあ、パチンコと宗教法人ですよ今あれ、通信販売フリーとかね、まあフリーとかはいいのよ、まあまあ、ビジネスまっとってるけど、ビジネスやってるからいいんだけど、パチンコはねえだろ、パチンコはって公共の電波使って何やってんだって話なんだけど、あのね、そう、あの一番バブルの頃ね、トヨタがですね、私前にちょっと正確な記憶ではないけど、1日最低3億メディアに対して使ってた、新聞もステレビも入れてね、3億以上だと思いますよ、あの1000億以上使って、でも今はだいぶ変わってると思います、半分ぐらいになってるかも分かんない、今は分かんない。でじゃあ NHK は自分の宣伝費にいくら使ってる、3億使ってます1日ね、こう NHK のめちゃくちゃ矛盾してる、お前は公共放送だろうと、その1日3億円なんで宣伝費に広告に必要なんだ、600億以上使ってるんですよ、あの宣伝費にどこで使ってるんだろうって、どこで使ってるんでしょうね、いやポスターだとか、だからまた下請けなんですよ、うんうん、配りまくってるんですよね、番組宣伝ですか、そうです、なんで NHK が番組宣伝する必要があるんでしょうね、そもそも、まあ、それでおかしいですよね、そこで作らせるんですよ、エンタープライズの子会社にそういうのを作る会社が、うん、渋谷の NHK の裏に行くと何十社何百社という会社があって、そ、ね、これで一部屋なのに売り上げは何十億という、うん、そこで実際のものを作ってるのは広告会社、またそれから下請けにまた出すんです、下請けですね、だから所詮は、ね、NHK の経営者って自分のところで作ってる番組見てないから、もうあんな変な番組、その慰安婦天皇裁判番組とかわけが分かんない作れて、あんなの国会に呼び出されて、お宅の番組こんなんですよって言われて怯えるような人たちばっかりじゃないですか、所詮、ね、所詮 NHK の経営者なんて小市民なんで、うん、だからあのとにかく経営を追求していくっていうですね、そこですよ、番組はとにかく国会に呼んで、こんな変な番組作ってるんですけどどういうつもりですかって、自分のところの番組把握してますかみたいなことを徹底的に聞いていくっていうことと、あと NHK アーカイブにもうちょっと予算かけて誰でも見れるように、あの整理と公開もっとちゃんとしろっていう、いやおっしゃる通りでね、これもさっきね渡辺さん言ったけど、視聴者がお金出して作ってるんだから、例えば最低でも20年ぐらい経ったらね、10年以上経った番組はみんな自由に見られるって、あのアーカイブの中でね、あの調べたいとか、特に自然の記録とかね、いろいろあるじゃないですか、
そういうものなんかいつでも見られるようにするべきなんですよ。全然そんな、ね、民放はスポンサーやってるけども、国民が出してるわけだから、それはあれじゃないですか。だからそのインターネットで自由に見られるようにしてしまうと DVD が売れないっていうことで子会社が損するっていうですね、バカげた構造になってる。エンタープライズが全部版権管理しているので、そうです、ね、非営利でない営利企業である NHK エンタープライズっていうところが NHK の版権管理をして、そこで儲けを取っているという構造があって、そこに得体の知れないわけのわからないマンションの一室会社がゴロゴロついていて、さらにそこに親族か何かわからない NHK の仕事だけ丸投げするペーパーカンパニーみたいなのがゴロゴロついていると。だからこれ言論の自由と組織として構造のおかしさってこれ全く違うんですよ。ですから言論の自由を圧迫するなって、これはこれでいいでしょうと。それと組織として異常な給与体系とか NHK の身内だけがですよ、公共放送を名乗りながらですよ、美味しい思いをしてるって、ここは切り分けて考えましょうよというところから始めないといけない問題だと思うんですね。これがね、民主党の時仕分け仕分けってやったでしょ一切上がんなかったでしょこれ上がってない。 NHK 特殊法人ですから、これやってもいいんですよ。ここがちょっと問題じゃなくて、1750億の50万円の、ね、平均給与っていうのは平均年収は多いだろうと、これ当たり前のことですよ。その経済でまともなその言論って全くなかったんですよ、はい、なかった。だって財政破綻しますとか何十年言ってんですかとか、あるいはなんか日銀が金融緩和するとハイパーインフレーションになりますとかですね、そういうのがね受け入れられる市場だったわけですよね。だこれを変えたいということで渡辺さんとか私とかがまあ本書いて、いや随分これ失礼しましたこれは、はい、最後ちょっと経済の自虐主義を廃止、はい、結局ねその日本をその財政破綻とかハイパーインフレとか言ってる人も自虐士官なんですよ、はい、完全に、はい、だそういうのをね潰していくと。で一応安倍さんはですねそういう方だと私は思ってますよ今のところ。